った足を破壊されたガンダムノーファール完全に足を打ち抜かれてたけど。始まりました。同期肖像権交流した芸能人になるかサッカー対決、非常に楽しみな試合になるそうです。日本対アメリカ、なぜか前と同じバルセロナスタジアムカンプノーにて行われます。実況は私コモトラです。そして解説員コモトラさん、ゲスト解説の本田圭介さんはよろしくお願いいたします。はい、今回もいつも通り日本代表をかけて争いになっております。お待たせ。この試合に勝ったチームは次回の日本代表として次の動画に出ます。負けたチームは二度と試合に出られなくなります。公開追放です。厳しすぎる。今回のアメリカチームが勝った場合は次回日本代表として登場します。アメリカチームは次の日本代表になるための挑戦者ということになっております。さあ日本国家からお聞きください。洗いが悪いシンプルメッシズラ紛失時の一個。ちょっとだちょっとだちょっと助けてあげて助けてあげてベニズワイガニエビミ、ベニズワイガニエビミ、当たり前じゃねえからだ、当たり前じゃねえからな。タルタルを麦牛、タルタルを麦牛ポムポンプリンアロアラの姿、唇もち巾着、いやスプーンに映ったオグリシュンミツ、いやオグリシュン。以上が日本代表になっております。後半の化け物たち何とかしてくれ。しかもなぜか化け物は全員黄色。誰だよこいつら招集したの。日本代表だけでこんなボリューム、アメリカ代表の方を見る元気は皆さん残っているでしょうが、僕は残っていません。そしてアメリカです。鈴木福、沖縄旅行により国に左目を取られた山田孝之必勝、かまいたち山内、アンパンマン、なぜかブチギレルフィ、うちで踊ろうついに野外へなんでそんな顔してる。藤波慎太郎、頑張って一発直してな。さあ、誉れ。山田孝之です。山田孝之です。以上の濃いメンツがアメリカ代表となっております。非常に悲しい顔をしているガンダム、一体何があったんでしょうか。さあ、本日の互いのゲームプランいかがでしょうか。日本はスプーンで表裏一体のオグリシュンコンビが機能するかどうかでしょうね。そこに注目していきたいと思います。ありがとうございます。続いてアメリカ代表です。アメリカはもう、あれですね。前後している山田孝之コンビをうまく連携するかどうかでしょうね。沖縄にて下がった交換の、ここで取り戻しましょう。ありがとうございました。かまいたち山内さんです。俺が謝って来られてきてたとしたら絶対に認められてたと思うか？漫才でよく見るサイコパス映画をお届けしました。もし俺が謝って来られてきてたとしたら、絶対に認められてたと思うか？さあ、キックオフです。日本対アメリカ。結局中身のメンツはどちらも日本だらけ。事実上日本代表です。ただの紅白戦です。ありがとうございました。さあノブに繋がる、ノブ小栗旬、ノブ小栗旬かまさかの2トップ、話が違うじゃないか。粗品じゃない、あ粗品もいましたね。おっとゴー、切り込んでいった、素晴らしい。まさかの相手の守備がザルとなっております。ノブが先制ゴール誰も近寄らない。なんだこれは、情報量。手前を通るベリーショートをね、今たくさんの情報量が交錯しました。また後日ゆっくり今の状況紐解いていきましょう。さあリプレイです。さあここのノブ、ここのフットワークの軽さ、いや一人先輩がいましたね。全くディフェンスがうまくいってないこの10番、はい許しません。山田孝之です。あキーパーガンダムでしたね。なるほど、テラかわいい。なんか落ち込んでるからあんなタイマンプレイキーパーになってしまったんでしょうね。さあ試合が再開です。1対0、左の日本が先制しました。右の日本頑張れ。さあ粗品、オグリシュン、そうこの2トップ、この2トップの機能を見たい。さあ1個、あと1個コロコロ、あと1個ダウンでございます。角キルを取るなら今がチャンスです。ダウンを AWM でいきましょう。躊躇なく頭を、足を引っ掛けたな鈴木福、 AWM でいきましょう。さあメッシからのフリーキック、ちなみに日本代表ベンチにはロナウドがいます。あーっと顔面破壊案件、テラかわいそす。でも控えにはロナウドがいますんで安心を、なんていう贅沢なベンチ温め用意。あーっとだと新井が決める、ゴー。あのよく見るゲッツンの弾道がここで役に立った。誰も来ない。あーたくさん来ました、たくさん獣フレンズ。メッシにノブ、
優しいですね。ウェルカムトゥジャパリパーク。ハブられるメッシ。中学時代の俺じゃねえか。あんな顔よくしてたぞ俺。なあ、メッシも一緒だったんや。中学時代メッシと一緒。直前のドリブルが素晴らしい。キーパー誰でしょうか。サワか。サワがキーパーって監督無能すぎるやろ。めっちゃギャグ疲れてるし。さあ、2対0。早速試合が動きまくりすぎ。目まぐるしく試合が動きます。目まいがします。ビッグゲームになる予感です。さあ、期待しましょう。さあ、スヌーピーとガンダム、この白コンビ、この盾もちょっとつながりがかなり濃いようですね。白いだけに濃いですね。エロ。さあ、ガンダム、あっと足を破壊されたガンダム。ノーファール。完全に足を打ち抜かれてたけど。さあ、ガンダム。あーっと、ここも、厳しいアプローチ。おっと、これはファールなんか。今の場合、どれがファールだったかわからんわ。一人生贄にされるボンボプリン。人柱にされております。プリン柱されております。人ではありませんでした。すいませんでした。あーっと、粗品も死にましたね、今。なんなん、この試合。人の足を破壊するゲームな、これ。人の足を物理破壊するゲームになりたかったぞ、俺。さあ、藤波死んだろ。そんななんか藤波なんてただでさえ一歩したのによ。足まで破壊されたらかわしすぎるだろ。皆さん、藤波には優しく、赤子を抱くように優しく接してください。一個と星のゲートイチャイチャタイム終わり。あーっと、しかし、ポンポンプリンがスヌーピーの足を刈り取る。ノーパールでした。ノー、あーっと、上がバキモンだらけですね、それが。さあ、ノブがキープしたボール。前にボールが繋がって、これは許さない。あーっと、これ以上ファール。これは PK になれそうだ。オフサイドでした。オフサイドは日本国で指定されています。絶対にやめましょう。薬物オフサイドダメ、絶対。さあ、山田孝之、アンパンマン。さあ、アンパンマンの活躍、あーっと、アンパンマンにきつい当たり、もうめちゃくちゃ、情報量の暴力。また目が手を入れしたね。おっと、山田孝之が正面突破も、これ、かなわぬ願い。まず左目を取り戻しからにしましょう。おっと、しかしナイスカット。さあ、前方には、プディングが待ってました。はい、プディングとなってますね。一切三両とは関係ございません。あっと、前半戦終了、2対0、日本対アメリカ。左の日本が優勢です。ハーフタイムのうち左目を取り戻してきていただきたい。一個にずらを持ってきてもらいましょう。ですが、ハーフタイムはありません。休憩ゼロとなっております。今の時代、休日はありません。休憩はもうありません。じゃあ休み、ブラックじゃねえかよ。働け社畜ども。アンパンマンから始まる後半戦、あいつも出勤量異常だから、もう社畜判定でいいでしょう。ジャム王子という鬼上司がいるおかげで社畜判定となってしまいました。さあ、藤波も金本に160件投げさせられてるんでね、社畜と言ってもいいでしょう。今回ウイルを通じてね、社畜判定の仕方を教えていきたいと思います。さあ、ノブ山田孝之の1対1。あーっと、これスヌーピーの世界一不要なスライディングが決まります。さあ、荒いナイスディフェンス。さすがサード守ってただけある。おっと、これはスヌーピー。おっと、素晴らしい横に広いパスワーク。パスワーク神。キャラの見た目クソ。結末うんこ。ゴミみたいな終わり方でした。おっと、コーナーでした。すいません、モンキーディルフィーからのコーナー。さあ、これに、あーっと、こう、決まる。スヌーピーだ。光の速さで帰ります。仲間と分かっ、あーっと、すいません、ガンダムでした。ごめんなさい。白だけじゃ分からねえ。藤波と逃走中が始まりましたね。さあ、リプレイです。すさまじいゴール。しかし、スヌーピーのポンポンポリ全く見分けつかないので、これもうやめておいていただきたいですね。なんや、その顔。さあ、2対1。逆転ののろしを上げたアメリカ、かっこ日本代表、追いつくことはできるのか。さあ、新井、さすがのパワーですね。引っ張り方向ならマジぶっ飛ばせますからね。あーっと、これはキッチャーだろ。おっと、ファール。これを取っていただきました。さっきからファールになりそうなところはたくさんあったのに、こういうところだけは取れますね。千鳥ノブから上がります。このフリーキックは何か起こる気がします。くそ、全く何にも起こりませんでした。さあ、オグリから、おっと、鈴木福のスライディング動じませんでしたね。オグリ旬動じていました。ごめんなさい。鈴木福のスライディングは後から効いてきます。ネイウェザーのボディぐらい。
さあ、小栗旬が切り込む。あっと、小池恵理子に繋がる。ここの1対1、どうなるどうなる。あ、ちょっと2対1だったのにね。ゴー、なんだ、今の譲り合いは。さあ、誉田と小池恵理子の熱い睨み合いの末、小池恵理子は決める。薄い本が熱くなるな。こいつ、決めましょう、一緒。ははは。小栗旬、薬師かぶとせ、絶対いた。さあ、リプレイス。さっきの先輩見ようぜ。さあ、ここの1対1。いや、もう2対1なんですけどね。これひどい。完全に翻弄されるさ、ほぼね。キーパーにした監督悪い。洗いが悪い。てか、さりげなくポジション変えるのやめて。キーパー違ったよ。なにこれ。三井の指摘は止まらない、小池恵理子。口が腹立つな。ナンジェミンみたいな口してましたね。小池恵理子、ナンジェミンでした。さあ、ついに3対1で突き放した日本。ここから巻き返せるのでしょうか。カミングスーン。西岡剛のホームページを。カミングスーン。あのヒストリック、あ、遠い一行が山田孝之の球を。山田孝之の球を。さすが球には敏感な一行。さあ、最後、小池恵理子。おっと、ゴー、また小池恵理子だ。またあのクソうざいパフォーマンス。やらないんかい。よかったです。あ、後ろから金髪持ち巾着が。兄弟でしょうか。後ろ姿がウリ二つ。一覧性ソーセージでしょうか。顔も似てますしね。さあ、リプレイス。素晴らしい。もう、サバのキーパー振りますよ。それでも変えない監督、うんこ。これ、3点目の使い回しですかね、今のリプレイ。全く同じ攻撃でした。奥から、また飯はぶられてるやんけ。あと、おでんコロコロ、おでんツンツンされました。完全に営業妨害です。訴えましょう。その犯人は誰だ。おでんツンツンは斉藤さんでした。逆ギレ船長。さあ、5点目となるか、日本代表。飯から上がる。ですよね。宇宙開発。宇宙開発となってしまいました。全く見どころのないヘディングでした。リプレイいりません。カットでお願いします。さあ、このまま追っていいのか、アメリカ。最後までこの動画見てくれなくなるぞ。最後に流れる効果がどうせ負けん伝説とか流れるんだから、最後負けん伝説でいいよっていう、そんな風に思わせるような熱い試合を見せてほしい。その熱い心はプレーで見せてくれ。露骨な時間稼ぎ。露骨な時間稼ぎは僕は好きではありません。僕は大好きだ。あーと、ナイススライディング。もう躊躇なくスーピーやメッシの足を奪いに行く。足の V 破壊を狙っていく。足に砲撃があるパターンでしょうか。変わったモンスターですね、メッシ。ここでガンダムに燃え上がれ、立ち上がれ、ガンダム。あーと、試合終了。あの時の悲しい顔を殺す敵だったのか。4対1。左のアメリカ勝利です。今回の日本代表はそのまま次回も日本代表として、今回のアメリカ代表も試合に出ることはありません。国外追放です。厳しすぎる。あのガンダムはもう試合に出れないことを察していたから、あの悲しみの表情か。テラドンマイ。ツイッターもなど出してほしいキャラ DM いただけるとそのキャラが出るかもしれません。以上、コメントでした。次のコメントでお願いします。ツイッターもお願いします。ご視聴ありがとうございました。